本日はタケルがワンチャトリ代表に反論、最後に朝倉海賞賛の嵐についてです。 K1 を離脱後は世界で活躍していきたいと話していた武ケ選手ですか本日シンガポールの獲得団体のファンと契約したことを会見にて発表されました。契約した理由については戦いたい相手がワンにいたのでそこが決めてとアンにロッタン選手と戦いたいと説明。またたける選手、現役のキャレンも最終章に入ってるけど今が一番強いと思っている一番強いこの時期に世界に挑戦したいと思ってきた K1 代表として殴り込みに行こうと思っている世界で日本人選手が が注目されて活躍する環境を作っていきたいと今後の日本人選手のためにも頑張って切り開いていきたいと話しておりましたまた昔から言ってるんですけど日本 vs 世界の対抗戦もやってみたいそういうものに繋がっていければいいと思いますと今後の壮大な展望についても言及されておりましたなおワンノチャトリ代表は会見でタケルはストライカーとしてやパウンド d for p o u だと認識している天心選手も強いと思いますでもプロボクシングに転向してしまいましただから今の優 唯一無理の最強選手がたける選手だと考えています。 と既にワンにはロッタンがいますが大陸の面ではタケル選手がそれ以上だと説明加えてマサトもテン選手も日本の中で戦ってきた日本のチャンピオンですでもそれは日本人のチャンピオンに採点が甘くなることが多々あると思います日本で試合をしたロッタンバース天心は結果的には天ンが勝ったということになっているがロッタンが天ンを倒した世界中みんな知ってる事実でもワンにそういうことはないと前回は朝倉未来選手とクリスチャンリーの話を引き合いに出すなど日本人選手 を下げて1を上げる発言が目立ちましたがタケル選手はロッタンとのエコー非意のない試合を約束タケル選手天ン,ン選手に負けてから注目度が以前と比べると落ちてしまった という声もありますが、もし天心選手がギリギリで判定勝利したロッタンに KO 勝利でもした場合、とんでもなく湧くと思います。ただ、ワンということで、意地ありの無えたいルールに加えて、過度な水抜きを防ぐために、ハイドレーションテストもパスする必要があるので、そう簡単にはいかないと思いますが、それを成し遂げた場合、より評価される選手になると思います。なお、ツイッターでは竹選手、本日ワンチャンピオンシップと契約したことを、 発表させていただきました。僕が戦ってきた K-1 の強さ、そして日本格闘技界の強さを1で証明していきます。格闘家人生最後の挑戦、応援よろしくお願いいたしますと決意の投稿。これには多くの声が集まり、平本蓮選手が誰よりも K-1 を全うしている、1の化け物しかいない舞台を焼け野原にしていくのが今から楽しみです。心から応援していますと投稿。また古くから氷がある k 之助選手が、 かっこいいとい一言。また、K1 時代のライバル、康ウ選手が問題です。なんでさ、ロッタンさん、打たれ強いと思うと、横槍やりを入れておりました。なお、チャトリ代表の天心選手に関する発言には、細川バレンタインさんが、1のキックボクシングは、 日本のどののど団体よりもレベルが高いのは認めるでも、キックボクシングの採点基準で、天心 vs ロッタンは、天心の勝利でおかしくない。俺はロッタンの方が、天心より強いと思ってる。でも、あの試合を、フェアなジャッジで勝ったのは、天心ですと説明。また、梅野選手も、ジャッジは学んだ方がいい、とチャトリさんは言っています。でも、ワンの判定も、物議をかむすこと多いよな。みんなどう思うと、確かにツイッターでは、議論の対象になることがあることについて触れておりました。ただ、竹選手、最後に、一つだけ。 今日の会見で納得いかなかったのは、マサさんも天心くんも場所が日本だったということだけで、世界と戦って結果を残してきている選手、そこへのリスペクトは持ってほしい。ワンチャンピオンシップ、その上で2人を超えるような。 試合1でやっていくと怒りの声を残しております個人的には激闘を繰り広げた天心選手をバカにされたことに対して絶対にたける選手何か言い返してくれるはずだと思って待っておりましたが言い返してくれたので嬉しかったですぜひコメント欄でワンチャトリ代表やたける選手の発言へのご感想をお聞かせください最後に朝倉海選手の評価がうなぎ上りに上がっている件についてです先日の rizin42 で大活躍した朝倉海選手ですが試合後にやっぱり格闘技は最高だとこうまた試合後に朝 の youtube で最後の飛び膝蹴りについて、試合中も本当に冷静になれる。最後とかも追撃行ってなかったけど、昔だったら絶対もう止まらなかったけど、冷静に止められる。相手が聞いたのが分かった。成長したなって自分でも思った。と説明。野球界の一郎も怒ってる相手を倒すのは簡単。でも冷静な相手を倒すのは本当に難しいし、戦う相手は恐怖を感じる。だから僕はホームラン打っても冷静でいる。そしたら相手がなんであいつは打っても喜ばないんだって僕を怖がるんだけど、 その時点で勝っていると話しておりましたが、朝倉海選手も少しずつその域に行っていることを説明、そして気になる兄の朝倉みぐる選手とエリーコーチとのチームワークについて、最強だよ。兄も分析力めちゃくちゃあって、エリーもめちゃくちゃ分析力あって、違う方向から色々と分析してくれて、両方使うから最強。基本方向性は一緒。エリーの分析力も加わって、鬼に金棒って感じ、全体の25%しか出していない。と、今回5連勝していた元谷選手相手に KO 勝利しましたが、 それでも、本当の力は出し切ってなかったようです。また、次戦は7月にアーチェッタ選手との対戦にあることについては、アーチェッタは何でもできるし、勝ち方を知ってるよね。客観視できてるし、ここでこうやれば勝てるっていう試合運びが抜群にうまい。スタミナがすごかった。ダメージもないので、アーチェッタの分析を始めて、絶対に勝ちでいきます。ライジジの強さというか、日本の強さを証明しないといけないので、気合を入れて明日から頑張りますと、キックではタケル選手が、MA では朝倉海選手が、海外の超 競合相手に立ち向かうようよですなお、今回の朝倉海バ s ス、元谷祐希の試合については、数多くのプロ格闘家が賞賛の声を残しており、斎藤豊選手が、唾液の破壊力と技術が、海選手はすごかった。海選手のボディ作戦がハマっており、海選手の唾液の殺傷能力が高かった。あの試合を見る限り、アーチエッタにもいけるんじゃないかって期待してしまう感じ、海外の選手に勝つ波には、攻撃力は絶対にいる。朝倉海がアーチエッタに勝てると、ベラトーニ行っても通用するということ、勝てばベラ 等に行くという話になるのではないかコンディションも良さそうでいい試合が できているのではないかという感じと朝倉海選手に期待の声。また、マサト選手は大義のレベルが全然違った。だから寝技の得意な元谷選手も組に行きたいのに入れなかったと説明。朝倉みくる選手が今更どうあがいても圧倒的な寝技でかなわないクレベル選手を攻略するにあたって参考にできる発見だと思いますが。マサト選手、続けてパン,ンパンチの連打の回転がめちゃくちゃ速かった。めちゃくちゃボクシングレベル上がってるよね。最後膝蹴りのカウンターあったでしょ、天下を。ドンピシャのタイミングだった。 アメリカで練習してるのがいい環境なんだろうね、と。 打撃のスキルが上がったと説明。朝倉海選手ファンから今まで幾度となく海外で修行してほしいとの声が上がっておりましたが、やはり海外修行に行ったことでより強くなったと断言。また同じく打撃の専門家である。平本蓮選手も朝倉海や井上の試合がとにかく面白かった。前回の俺や朝倉未来のダブルメインより面白かったと称賛続けて、朝倉海は打撃のタイミングとボディの打ち上げがすごくいい。あの会場を含めて勝ちムードになった時の朝倉海はすごい。ボキューポを倒した時のあの。 が出ていて新しい構図と相性がいいっていうのと拳の怪我も落ち着いていていい感じでパフォーマンスも上がってきたという感じがあったと平本選手も具体的に朝倉海選手のいいところを指摘しておりました今回様々な選手から朝倉海選手の大気へ高評価が集まりましたが朝倉海選手次のアーチレッタ戦に向けて慢心せずファンの期待に応える試合を するのではないでしょうか。以上、今回は、たける選手が1と契約した件などをまとめてみました。ぜひ今回取り上げた選手は次に対しての皆様の感想もコメント欄で教えてください。次の動画ではブレイキングダウン、韓国人ファイターなどについて改めてお伝えする予定ですので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。なお、今回の動画が良かったら、高評価ボタンを押してくださり、通知ボタンも応援してくださると励みになります。以上、今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。別の動画でもお会いできるのを楽しみにしております。